コンヒー、元在、1964年8月23日体、は、シティハーベストチャーチシンガポールの創立者、また名誉二人主任牧師である。コンは、偉大な今しめ、世界大戦況命令、文化的使命の働きの重要性を特に強調する、カリスマ運動のリーダーの一人でもある。彼のリーダーシップのもと、シティハーベストチャーチは2万4000人の教会員まで、 成長し、現在アジアに40の支部協会と10の聖書学校を持つ。今は教育センター、舞台芸術学校、出版社、選挙団体、雑誌出版においても共同創立者としての働きに従事している。今は技術師の父、コンゲンとダイヤモンド賞の母、当、ポインの第5子として生まれる。今は1988年、 シンガポール国立大学で情報工学学士号を取得し卒業する。また1991年、進学修士号を取得。1995年にはキリスト教進学博士号を取得する。また2008年、韓国ソウルの汎用大学より経営管理名誉博士号を授与される。1975年から1988年まで、今はシンガポールの東部に位置する。 聖公会派マリーンパレードクリスチャンセンターの教会員であった。大学時代、聖公会教区主幹者代理であった、キャノン・ジェームス・ウォン氏の下で、ジャペル・オブ・レザレクションでパートタイムの働きに従事する。コンは、キャノン・ジェームス・ウォン氏が当時始めた、オーチャード・クリスチャンセンター設立の手助けをする。その後、コンは、大学卒業と同時に出版社に就職する。 1989年、コンは、アッセンブリーズ・オブ・ゴッド教団、ランディ・シン氏が率いる、フィリピンにある、宣教団体、クライスト・フォー・アジアの伝道師スタッフになる。またその当時、シンガポールに新しく教会開拓する機会も与えられる。牧師たちのサポートと激励の下、コンはシンガポールに帰国し、20人の若者たちと共に、教会開拓を始める。 1989年5月7日、ベタニアクリスチャンセンターの一部から、シティハーベストチャーチが創立される。今は、アジア、ヨーロッパ、オーストラリアにある多くの教会の手助けしている。彼の専門分野は、リーダーシップ、スタッフ訓練、教会成長と運営、コンテンポラリープレイズアーシップ、クリエイティブティである。彼の30分のキリスト教番組、 ハーベストタイムは13の衛星放送局を通して毎週140の国々で放映されている。1997年以来、コンはシンガポールで毎年100以上の教会が集まり合同を開催する賛美聖会フェスティバル・オブ・プレイズの理事長を務める。またコンは超四義博士のチャーチ・グロース・インターナショナルの理事会員また、 ルイス・ブッシュ博士のトランスフォームワールドの役員も務める。2012年6月、シティ・ハーベスト・チャーチの資金、少なくとも2300万シンガポールドルを無断で流用した疑いで教会の幹部ら4人とともに逮捕される。2015年にシンガポールの裁判所にて背任罪で有罪判決を受け、2019年8月22日までの チャンゲ刑務所における服役を宣告された。調査2010年5月31日、事前委員会局とシンガポール警察の商務部は、教会の創設者であるコンヒーと彼の妻である、三方を含むシティハーベスト教会に関連する16人以上の個人の調査を開始した。警察は、数年前に遡る、数百万ドルに及ぶ口座の偽造及び信頼の、 犯罪侵害を含む金融取引を調査していた。当局は継続的な調査の間、協会の改修のために定期的な協会活動と報酬を継続することを許可した。2012年6月26日、事前委員会は調査結果の詳細を記した声明を発表した。シティハーベストチャーチの運営には不正行為と誤った、管理があったと述べた。 協会の基金には少なくとも2300万ドルの不規則性があり、これは三法の世俗的な音楽キャリアの資金調達に使用された。また、この資金の移動を利害関係者から隠すための協調的な取り組みもありました。コント他の7人は協会における役職から解かれた。その後の報告では、本件の調査は当局へ寄せられた苦情が契機となったことが示された。 逮捕及び、起訴2012年6月26日、コン及び、シティハーベストチャーチの他の4人の指導者が逮捕され、資金の悪用で告発された。6人目の指導者が2012年7月25日に、起訴された。被告人6人全員が50万ベイドルでの保釈が認められ、パスポートが返却された。裁判及び有罪判決。 コンヒ及び他の5人の指導者の裁判は2013年5月に開始され、数回延期された。合計142日間の聴聞会が開催された。評決は2015年10月21日に発表され、コン及び他の5人の指導者はすべての罪で有罪となった。判決は2015年11月20日に行われ、コンは6人のうちで最も重い刑である。 8年間の禁錮刑を宣告された。被告からの要請を受け、裁判官は2016年1月11日まで判決の開始を延期することに同意した。関連する決定2017年、事前委員会は6人の宗教活動を恒久的に禁止し、さらに2人の教会幹部メンバーであるケルビン・テオメン、ハウとタンスー・ペン・ジャクリンは主要な管理職を務めること、または、 シティハーベストチャーチ、または、その他の事前団体の理事会メンバーになることを禁止した。さらに、教会は6人の法的費用を支払うことを禁じられた。しかし、彼らはまだ宗教活動を続けている、可能性がある。控訴2015年11月27日、司法長官室は明らかに不十分であるという理由で、今及び他の5人の被告に出された判決に対して、 控訴したと報告した。2015年12月2日に、コン及び他の5人の被告も控訴したことが報告され、2016年3月4日に、控訴審が2016年9月19日に開始されることが報告された。シンガポールの大使ビラホリーカウシカンは、コンが日本の都市への選挙旅行を行ったことに気づいた後、Facebook にコンを警戒するよう求める警告を掲載した。 2017年4月7日に、彼の8年の禁庫刑は3年6ヶ月に減刑された。今は2017年4月21日刑に服し始めた。しかし、上訴判決の264から267ページでは、今は欲と自己利益に彩られていると特徴付けられている。クロスオーバープロジェクトは3法と、 コンヒーに利益をもたらすように設計されたからである。サン及びザトロンとの契約はプロジェクトの費用に関係なく、サンに総収入の25%を高額の給与に加えて与えることであった。さらに彼はメンバーに給料が支払われておらず、財政的支援が必要であると伝えていた。300万ドル以上を調達するために死亡ファンドが設立され、 この日射によりわずか3年で完全に使い果たされた。釈放婚は2019年8月22日に釈放され、刑期はわずか2年4ヶ月であった。受刑者は通常、善良な行動による早期釈放の前に、刑期の3分の2を務めることとなっている。コンヒー、エスプロフィール、シティハーベストチャーチ、2008年6月1日閲覧。 ヒストリーオブザチャーチシティハーベストチャーチ2008年6月1日閲覧コンヒーエスバイオグラフィーシティハーベストチャーチ2008年6月1日閲覧ハーベストタイムシティハーベストチャーチ2008年6月1日閲覧ありがとうございます